京都へおいでやす。どうも水沢京都あっきーです。今日はねむちゃくちゃ大雨の京都なんですけども、今からね晩ご飯、今日はねがっつり定食食いたいと思いまして、今日は休館日なんでがっつり腹いっぱいにしたいなと思いまして、今日はね、京都南インターの、少し北に行ったところに、これ半年前ぐらいにオープンしたかな、ずっと気になっている、松の屋さん。僕松の屋グループ行ったことないですよ。だから今からねここへ乗り込んで、とんかつかなんかをがっつり食らっていきたいと思います。それじゃあ行ってください。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行きます。腹減った、ご飯おもろくぞ。松の屋さん、こんなんがね南インターの北側にできてるんですよ。最近知りました。はい、松の屋グループはたまに見るんですけども、僕も行ったことないんで非常に楽しみです。いいねこれ。がっつり行きたいな今日は。がっつり盛り合わせ、いいね盛り合わせ。よし、こんなとこでめったに来れへんからね、今日はがっつり行こう。店内、今日はね俺はエビフライが食いたいからこれでよ。よっしゃ了承。広々とした店内です。おかわりできるんですけど、味噌汁とご飯、ご飯大盛りにしとくわ。これ松屋と系列一緒やな。これこのドレッシングとかということね。来ましたよ。これあのロースカツとエビフライ2本。マスターはずっとねエビフライが食いたかったよ、ほんまに。これサラダも食えるし、ご飯は大盛りにしてきました。今日休館日なんで、休館日腹減るんで大盛りです。味噌汁、はい、いい香りです。ということでいただいていきます。今日はすだちのドレッシングで、これでさっぱり。キャベツ、ご飯はねもうおかわりしに行くのめんどくさいから超大盛り、超大盛りですよ。休館ではもう腹減るんですよ。ほんでブルブル太っていく、もう前減ってて太る。ソースをね入れる蓋がないから、味噌汁の蓋にこれ入れるわ。これこれは有効活用。ほんで大好物のからしも、これからし入れる。からしを3つ入れるぞ。肉厚、
スの動画撮影してたら気持ち立ちしないけど今日は味わってくるぞ、今日は味わってくるぞ。ずっと食いたかったエビフライうぞ、これこの、はい、これはこれ、タルタル、よっしゃ、米ごと食うじゃい。幸せです、めちゃくちゃうまい。これは博多の塩の里ですよ。並々とお代わりしてきました。七味エビフライをソースで、ソースもうまいわ。やっぱ誰だろうや。ごちそうさまでした。ということで行ってきましたよ、松野屋。むちゃくちゃうまかったね。飯も好き放題食えるし、今日は山盛り持ってみました。味噌汁も2杯おかわりして、とんかつもあの料金で、あのボリュームなら大満足ですよ。またここでいろんなカレーとか持ってるんで、今度は仕事中の車飯とか、そういうのもええんちゃうかなとちょっと思っております。もう腹いっぱいですけど、大満足。
美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様愛してます。ずっと気になってた松永さん初上陸でした。ありがとうございました。最後までご視聴いただきほんま大きにどす。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。